その最初さ出てきた時、うん、ここの前のね、うんうん、一番お高い席なのかな、はい、お兄さんだけやったから、そうやったよ。あのもうあれやったらシャトルランするとか言おうと思ってたんやけど仲間増えたね。よかったね。ありがとうございます。嬉しいわ。一人やったんです最初。危ない危ない危ない。まあでも日本はとかもね2日間出させていただきまして、はい、今からこれね後ろ帰る方々でしょうか。もう疲れてると思うよ。気をつけて帰るよ、ね、昼から切れたり昨日から切れたりってもう疲れてるんでしょ。いやでも名鉄ややこしいから帰った方がいいね。いやなんでそんなん言うの。喉も枯れてるんでしょ。でも今から2曲続けて死ぬほど叫び倒す曲やるんで、ちょっと最後に皆さん寄って帰りませんか。一杯コール一杯どうですか。皆さん美味しいコール用意しております。やっていきましょう2曲続けてなんですけど、1曲目のコールはまだ初心者大丈夫な、はい、それこそカンペガールが出してくれるので初めての方も叫べる。そして2曲目はちょっと上級者向きになりますので、はい、素人は帰ってください。そんなんいいよ。チャレンジしようみんな。僕私たちいけるぞいけるぞの方々、最後の締めにコールぜひぜひやっていってください。日本はじゃあラスト先生楽しんでいきましょう。よろしくほんなら皆さんどこのステージよりも最高に叫びますぜ。コール最後まで言えるかな。来た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 湧いてきた。Peace.
日本わちゃちゃんと申します。来年の3月31日に、日本武道館が決まっておりまして、それまでにいっぱいファンの人を探すべく私たち頑張っております。はい、今日はみんな来てくれてありがとう。こんな夜遅くまで残って日本わちゃちゃを見に来てる色好きたち、色物好きたち、最高でーす。物好き、物好きって言った。あ、物好き、色好きって言った。そう。みんな、色好き。物好き。ちゃんと教えたのに。物好きな。物好きの皆さん、ありがとうございます。本当にそうだ。ありがとう、修正してくれて。ということで、日本を出たラスト2曲になります。最後の2曲はみんなで踊れる曲となっておりますので、よかったら最後まで楽しんでいってください。それでは次の曲は皆さんが絶対に知っているあの曲。振り付けバブリーでアレンジ本家の方にしてもらいました。皆さんよかったら一緒に踊ってください。気分上々。ヘイジュジェイかませイエイエイエイ、気分上々の針を通せ音鳴らせバブリーライト No more ライライライ、みんなで踊れ、ヒップホップかけてよミラクルナンバー。君とクエスト。